蘭新線は中国甘粛省の蘭州と新疆ウイグル自治区のウルムチとを結ぶ鉄道路線である。廊海線の西への延長路線で中華人民共和国成立後建設された最長の鉄道路線である。中国東部からオランダロッテルダムに至る新ユーラシアランドブリッジの主要経路であり、中国中央部から新疆ウイグル自治区まで至る唯一の鉄道路線でもある。 路線の一部はシルクロードに沿って走っている。本路線は ZH 中国寺皇帝州により建設され、1952年にウルムチより工事を開始、1962年に全通した。2006年にはカラス省霊トンネルの完成により乱州、ウルムチ完全線の複線化工事が完成した。2008年に過酷関ウルムチアヘシャゲ、山口、 吉の電化工事が開始された。蘭州ウルムチ間に旅客専用船を建設して既存船を貨物輸送専用船にする計画が21世紀に具体化し2014年12月26日に開通した蘭州 V 南 V 近畳町駅清水酒泉下国籍、低下式ソルク川流縁波大流みピチャントルファンウルムチ南 中国最長鉄路水道、カラス省冷徳町水道総線開通。新加盟。2008年12月16日閲覧。新京、二つの鉄道プロジェクトがスタート。チャイナネット。2009年5月19日閲覧。新、時代二層。12月26日全道理儀。至タル州九省。天山盟。 http://xj.cnr.cn/.2014xjfw/.2014xjfwsh/.20141224/.t20141224/.6720 1483 shtml ありがとうございます。